はいどうも皆さんこんにちは、ビルトです。というわけで今回はですね、視聴者さんから届いたねテクスチャを使ってマインクラフトをやっていきたいと思います。はい、というわけでまあ早速ねそのテクスチャに書いていきたいと思うんですけど、これですねオールダイヤモンドパック、多分、まあ予想は大体ついてるんですけど、多分、まあまあ、ほんと名前の通りだと思う。多分全部がダイヤになる感じなのかな。まあ、とりあえず使っていきましょう。これでロード中。だと思った。うん。やばくない?これ。このダイヤの数。やば。うわ、やば。ちゃんと全部ダイヤなんだけど。やばいやばいやばいやば。待って、アスレチックの場所行くか。はい。というわけで、ここアスレチックの場所なんですけど、ここも全部ダイヤになってる。やばすぎなんだけど。キモいな、ちょっと。違和感でしかない、これは。まあ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 。というわけで、やば。何これ、ほんま。待って、アイテムもダイヤなんだけど、気づいてなかったけど。ガチか。やば、チェストまでダイヤ、やば。まあ、というわけで、じゃあ早速スカイウォーズやっていきますか。はい、というわけでマップにやっていきました。見ますか、このマップ。これですよ。汚いな、なんかダイヤ。なんかもう、うんここびりついたみたいなダイヤになってる。で、スカウトキット選べてるよね。あ、オッケーオッケー。スカウトキットはもう選べてるんで。あ、もうわかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。とりあえずね、わかんないんだけど、これ。どれがさ、どれだかマジでわからん。待って、多分こうやっていけば多分だんだんつくんだよね。そう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 。で、あーまあ大体全部ついてるっぽいんで、多分この束になってんのがあれ、ダイヤモンド、ダイヤモンド、ダイヤモンド、あ、弓があるね。で、ダイヤモンドソード。シングロットは?あ、オッケー。あ、はいはい、理解理解理解。多分これで一通りいつものね、武器スロットになってるんで、まあ戦える。戦えるけど、マジでわかんない、このアイテムは。待って、これ弓とか、あ、何も変わんないんだ。とりあえずこの人行ってみるか。よいしょ。行くかな?ほい。オーケー。すげえ、ダイヤが飛び散る。面白いな。わかんない。あ、これ、ケンリンゴらしい。ダイヤ食ってるようにしか見えないんだけど、これ。待って待って、ポーションも欲しいんだけど、ポーションオブファイアリジスタンス。あ、そういうことね。ちょっとあんま戦いたくない。で、プロテクション、ダイヤモンド、チェストプレートだってこれ、チェストプレートか。あとは、ポーションオブファイアリジスタンス。まあ、こんくらいなのかな。ダイヤ投げれるんだけど、ダイヤを投げる。おい、来い、来い、来い、おい、来いや。いけ、ダイヤで勝つ、ダイヤで。このテクスチャーで勝つことに意味がある。おい、逃げんのか。オッケー、勝った、ジジイ。いいねいいねいいね。はい、というわけで2試合目やっていきましょう。で、もう相変わらず全部ダイヤ。見えないし、多分僕だけだね、このバリアブロックのケージだから僕だけしか見えない、これ。まあ、というわけでもう防具とか全部何もわかんないで、とりあえずね全部取ります。チェストの中身は多分最終的にこうやってクリックしていけば大体防具は全部はまると思うんで、オッケーオッケー。で、この束になってるやつが大体ね、あれなんで、大体釣り竿とかなんで、まあいけるかな。よいしょ。とりあえず真ん中に行って、まあいつも通りね、ミッドのチェストを取っちゃおう。頭いいな、この人。あの人か。すげえ、ゴキブリみたいな、まあ、羽つけてんだけど、この人。OK かな?あー、まだやれないか、さすがに。いや、深追いはやめとこう。上行っちゃおう。で、このガラスも割って、はしごも割って、まあ、大体ね、マップは理解してるんで、どういう構造をしてる。はい、というわけで3試合目やっていきたいと思います。まあもう今のはね、気にせずに、まあね、またトリビュートなんでね、また勝てるかな。勝てると嬉しい。ほい、ほい、ほい。あの人もいけんな。ちょっかい出すぐらいでいい気がする。オッケー。で、このスティーブもいけるな。オッケー。
で防具がね多分ついてるはず。この人、おー、やばい、後ろからも行ってる。行けるかな、それ行きたい。逃げるな、まあ、そりゃ逃げるよな。オッケー、オッケー、うまい具合にねやれた。え、もうマジでどれがどれか分かんない。嫌な予感がする。なんかフィッシングロッド持ってそう、警備ロッド。とりあえず代用投げて行くか。ほらね、嫌な予感したんだよ。本当に嫌な予感した。ガチでやだ、ガチでやだ、ガチで死にたくないんだ俺は。多分追いかけてもあの警備ロッドでやられる予感しかしないんで無理っすね。レジ見たやろ。オッケー、ナイスナイスね、ナイス。シルバーフィッシュ、シルバーフィッシュのおかげでとりあえずね分かった。いた、放置勢ですね。あれは多分放置勢。まあ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 勝てるべ、放置勢だもんね。とりあえず減らすやん結構。いやもう怖いんだけど、何持ってるか分かんないからな、こういうやつって。アイルジャスティージャンプだって。はい、バイバーイ。はい、てな感じで今回はここら辺で終わりたいと思います。まあね、予想通りね全部ダイヤになるテクスチャーでしたね。まあ本当にマジで何のアイテム持ってるかが分かんなくなるってのがね、このテクスチャーのね一番大きいところかな。あの不利益の方で大きいがちで。というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。面白かったらチャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。あとツイッターのねフォローもよかったらお願いします。概要欄に貼ってあるのでそこから飛んでみてください。というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。